今回はソウルフルワールド、この映画をご紹介していきたいと思います。早速ですが皆さん、夢や生きがいってありますか？複雑化した現代社会、自分を周りと比べてしまうと自分がちっぽけに感じていたり、仕事が忙しくて生きることに必死で見失ってるような時もあると思います。今回は生きる意味を再認識させてくれるソウルフルワールドのご紹介です。この動画の途中で警告を出していきますので、その後はネタバレありでお話ししますので、まだ見てない方はお気をつけください。それではこれから今作の概要をご紹介していきたいと思います。監督脚本はピート・ドクターという方がメインですね。トイ・ストーリーの初期の段階から原案を作り、それ以降ピクサーで長きにわたって活躍してきました。監督はカール・ジーさんの空飛ぶ家、インサイドヘッド、今作が3作目となります。ディズニー・ピクサーの長編映画として23作目の作品です。もともとは劇場公開を予定されていましたが、今回のコロナウイルスの影響もあり、アメリカと同時に25日配信となりました。ムーランの時のような追加料金を払う仕組みではないので、ディズニープラスに加入すれば見ることができます。僕は吹き替え版で見ました。メインの声優は浜野健太さん、俳優だけでなくミュージシャン、しかもサケロックっていうね、インストゥルメンタルのバンドで活躍してた彼を起用するというところも憎い演出だなと思いました。あとは川栄李奈さんもメインキャラクターの声を務めております。短い時間でしたが、今年最も騒がれたアーティストの一人、エイトさんもこの映画の中である歌を奏でています。それではこれから今作のあらすじを簡単にご紹介したいと思います。ジャズピアニストを夢見る中学校の音楽教師ジョー・ガードナー、彼はある日ニューヨークで一番有名なジャズクラブで演奏するチャンスを手に入れます。大喜びの彼は街を歩いている最中、マンホールへ落下してしまいます。目を覚ますと彼は人間が生まれる前にどんな自分になるかを決める不思議なソウルの世界へとたどり着いていました。そこは死後の魂の世界でもあり、生まれる前の魂の世界でもありました。ジョーはそこで人間嫌いのまだ生まれる前のソウル22番に出会います。彼女は何百年もの間人間の世界が嫌いで、生まれることを拒み地上に行くことを嫌がっていました。生まれる前のソウルが地上に生まれるためには、心のきらめきを見つけ地上への通行許可証を完成させる必要がありました。生き返るためにその許可証が欲しいジョーと、ソウルの世界にずっといたい許可証が不要な22番は協力して22番のきらめきを見つけようとしていくという物語になっております。まずいつも生意気ながら個人的な指標として点数をつけてるんですけれども、この作品は93点かなと思いました。ディズニーピクサー作品の中でも大傑作だったと思います。これから生きている間何回もね、見直せる映画に出会ったなと思いました。年末の忙しい時期にちょっと無理してよかったなと本当に思いました。この作品の魅力をお伝えしますと、まず一つ目、命を感じる映像表現。ピクサーのアニメーション技術なので、当たり前のようにね、素晴らしい映像になっています。着ているニットだったり、猫の毛の細かい質感だったりも再現されています。それ以外にもこの作品には死へと向かう世界というのは、白と黒を基調とした虚無の世界観、インターステラーに出てくるような無機質で冷たい量子世界になっています。それとは対照的に、これから生まれてくるソウルたちは非常に柔らかくて、パステルカラーを使った温かな色で表現されています。その温度感のギャップは、魂がこもったものがどれだけ温かいものか、見ているだけでもぬくもりが伝わってくるような映像になっています。続きまして2つ目、生まれた意味を知る。生まれる前のソウルたちは農場のようなところで自分たちの個性をそれぞれ身につけ、最終的にはきらめきと呼ばれるものを見つけるために、音楽やパイロット、いろんな職業だったりを体験して、その中できらめきを見つけて現実世界へと生まれていきます。それとは対照的に、この映画の中では生きる意味を見失った人たちも出てきます。この映画を通して自分たちは何がしたいんだろう、何のために生きてるんだろうということを立ち止まらせ、振り返らせてくれる作品になっています。続きまして3つ目、あなたの中に。ここが一番大きなポイントだなと思いました。今まで言った内容だと自己啓発的な作品に聞こえるかもしれないんですけれども、世の中は暗いよね、今のままじゃいけないよね、じゃあ好きなことをやろう、外へ飛び出そう、そういった啓発的な作品ではありません。夢があったけれども叶わなかったもの、事情があって違う職業についているもの、そういった人物の生き方を決して悲しいものだったり否定するような描き方にはなっていません。むしろそういう風に考えている人たちを、違うんだよ、あなたの中にもあるんだよ、いろんな生き方をしている人たちのその中身、本当の軸の部分に訴えかける、成功だけを結末にしない物語になっています。もともと確かに存在していたもの、それを音楽の優しい音色で伝えてくれる作品だったと思います。クリスマスシーズンに出会えた大傑作になっていて、僕の姪っ子とか知り合いとか、僕が子供ができたらね、必ず見せたい映画になっていたと思います。気になる方はですね、ぜひご鑑賞してみてください。ディズニープラス入ろうか迷ってる人も、来年はマーベル映画とか
ドラマがねどんどんディズニープラスでも公開されるので、今回を機に一回入ってみるのもありだと思わせる作品でした。それではこれからネタバレありに移行していきたいと思います。はい、ではこれからネタバレありの時間です。ご覧になった方々いかがだったでしょうか。結末を簡単におさらいしておくと、現実世界にジョーは戻ってこれたものの22号と一緒に来てしまう。しかもジョーの体には間違って22号が、そしてジョーは猫の中に魂が入り込んでしまう。仲間の力を使って魂を元の体に戻そうとしますが、22号は自分のきらめきがまだ見つかっていないと戻ることを拒否します。そんな最中、ソウル世界の関心テリーの手で2人はソウルの世界へと連れ戻されてしまいます。22号の許可証は完成していました。2人はそこで喧嘩になり、22号は自分の許可証をジョーに渡します。現実世界に戻ったジョーはクラブの演奏を成功させますが、浮かない顔をします。家であることに気づいたジョーは集中世界ゾーンに入り込み、22号を探しに行きます。22号は迷えるソウルとなっていました。暴れる彼女を懸命に説得し、本来の姿に戻し、許可証を返した後、彼女が生まれる途中まで手をつないで共に行きます。許可証を失ったジョーは死の世界へ行こうとしますが、ソウルの世界のトラブルを解決した恩返しとして彼は現実世界に戻ることができたという結末になっていたと思います。冒頭のいろんな楽器のバラバラなね、ディズニーのオープニングの曲が流れた時点で、これはいい映画になるだろうなと思いました。あれこそまさに個性のバラバラなものを尊重したオープニングになっていたと思います。ただこの映画の題材になっているものがジャズっていうのが非常に効いてるなと思いました。ジャズはもともと黒人が奴隷の時代に楽器を買う金がなく、路地裏や地下で集まってドラム缶などを叩いて始まった音楽。それこそその世界で生きることの喜びを音楽に表現して生まれたジャンルです。この映画で許可証を完成させるために必要だったきらめき、あれは特定の職業事柄ではなくて、そのことを素敵だと感じた心感性の部分だったと思います。空の広さや太陽の光、羽毛の柔らかさ、四季の尊さ、子供の笑顔、そして好きなものに出会った時の世界の広がり方、そのどれもが人生を彩るもので、夢や希望はそこから発展したものであり、ご飯を食べれるようになったとか仕事にできたとかではなく、それを好きだと感じていた自分の魂、それさえあれば違うものになったって、夢が叶わなくても自分が選んだ道でいろんな幸福感を見つけて生きていくことができます。誰もが小さい頃から持っていたけれども、大人になっていくにつれて失っていたものを、この世界に生まれてきた幸福感を思い出させるような作品でした。物語の中盤からは22号が現実世界に来て、この世界にあるいろんなものを情報や知識だけではなくて体感することによって、この世界の美しいものや尊いものをね、22号の視点を通して僕たち観客に再認識させてくれる作品でした。個人的には特例を設けるよりも、あそこでジョーが死の世界に行ってしまうことによって生まれることの喜びと死の恐怖を克服するみたいな部分もあったら、それはそれで面白かったかなと思います。ただこの結末もすごく好きでした。最後は新しく生まれ変わったジョーは、あの後ミュージシャンとして成功しようとも教師になろうとも、どっちでも一瞬一瞬に幸せを感じて生きていけたと思います。それは見てる観客も同じだと思います。できれば劇場で見て映画館を出た時にこの世界がまた違ったようにね、見えるような体験をしたかったんですけれども、配信だけでもこの映画の素敵な部分はすごく感じることができました。以上でソウルフルワールドのレビュー動画でございました。こういった形でジャンルにとらわれず、いろんな映画作品のことを紹介しておりますので、よければチャンネル登録、高評価、あとはコメントなどもお待ちしております。それではまた次の映画でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。前評判が高かったのでハードルが上がって不安でしたが、見事に泣いてしまいました。ピクサーの世界観ってクロスオーバーしてるっていう裏設定があるので、いつかこの22号が何かの作品で出てくるんじゃないかと期待しております。